おはようございます、高松愛です。アイログラジオはバイオリニスト高松愛がリスナーさんのお便りと一緒に楽しくおしゃべりをするラジオ番組です。月曜日の朝7時に更新していきます。はい、6月10日ですね。6月10日ということで、私は絶賛京都におりまして、というのも博士太郎音楽祭2024で京都公演がね、6月8日と9日であってね、リハーサルも含めて3日間3泊4日ですね、3泊4日で京都にいまして、とってもとっても楽しい日々を過ごさせていただきました。博士太郎音楽祭は、ここ3週間ね、福岡、東京、京都と続いたんですけど、お越しくださった皆さんありがとうございました。めっちゃ楽しかったし、もうモチベーション爆上がりです。というわけでね、6月も後半はルームズの全国ツアーが始まりますし、7月8月と高松は頑張っていきます。最新出演情報は説明欄に URL があります。ぜひご覧ください。 YouTube やインスタなどの SNS も更新しております。はい、それではアイログラジオ、今日もよろしくお願いします。アイログラジオ、現在アイログラジオでは皆様からのお便りを募集しています。春バージョンのふつおた、新天地はどう、あの春どうだった、恋話しよう、僕私と音楽と人生を変えた作品のコーナーのお便りを募集しています。説明欄にレターの送信フォームの URL を貼っておきます。普段は私から私のことを発信することが多いですけど、このラジオではリスナーの皆さんのお話をたくさん聞けるのを楽しみにしています。ぜひお便りたくさんください。それでは今日はふつおたと僕私と音楽とから3つのお便りと今週の1曲をお届けします。はい、それでは早速いただいたお便りをご紹介していきます。まずはふつおたのコーナーです。ふつおたとは普通のお便りのこと、高松への質問から身の回りの出来事、何か聞いてほしい出来事や知り合いには言えないお悩みまで何でもお送りください。迷ったらこのコーナーへ、というコーナーです。ペンネーム高三女さんからのお便りです。初めてお便りします、高三女です。最後の今週も元気に生きていきましょうが好きです。私は3歳からピアノ好きでしたが、中学生の時に高校受験を理由にやめました。本当は親の意思というか教育方針で始めたものを続けるのがしんどくなったのです。私は美術がやりたかったので、今は美術予備校の芸大コースに通っています。芸大は音楽学部は現役が8割ですが、美術学部は倍率がバグっててほとんどが浪人です。厳しい世界ですが、自分の意思で選んだ道なので。でももし親の期待通りにピアノのレッスンを続けていたら音大を目指してたのかな、てんてんてん、少しモヤモヤしつつ。ちなみにピアノは今もたまに弾きますが、自分が好きな曲を弾くためです。高松さん、大学時代に挫折を感じたと話されていましたが、子供の頃はどうでしたか？家で練習している時、親からうるさく言われて、なんでやらなきゃいけないの？じゃあお母さんがやってよとか反発しませんでしたか？そんな今となってはだけどみたいな子供時代の話も聞いてみたいです、というお便りをいただきました。高三女さん、ありがとうございます。ね、ピアノをやってたけど、まあ、ピアノよりね、美術がね、絵なのかな、まあ、絵じゃないかもしれないけど、美術学部の内容のことをやりたかったので予備校にね通ってるということですが、ってことは今年の3月に、今年来年の3月かな、来年の3月に受験なのかな、高3の方なので。ね、美術学部は特に倍率がバグってるからね、大変なことも多いと思うし、まあその入ったとしても大変なこともね多い、まあまあどこにいても大変なことはね多いけど、大変なことも多い理由の一つになると思うんですけど、とりあえず頑張ってください。そして子供の頃はね、まあ確かに
家で練習している時というか、もはや私はもうお母さんと一緒にずっと小さい頃は練習してたので、まあ、なんでやらなきゃいけないのって思った時は普通にやりましたっていうのも、まあ、なんか別にね、私は本当に練習をしないなら別にやめていいよって感じでよくお母さんに言われてた記憶があるんですけど、で何回かねもうバイオリンやめようみたいな話に なってで分かったやめるみたいな感じになって、でもやっぱり泣きながら、いややっぱりやめたくないみたいな下りが結構何回もあった記憶があって、で、まあ、そういう時にどんな感情になるかっていうのもすごいまだ覚えてるんですけど、まあ、大体小学生とかの話なんですけど、これは、まあ、どんな感情になるかっていうと、どうしてもやめれないんですよね。やめたらもうこんな嫌なこともないのに、でもやめたらどうやって生きていったらいいかというか、どうやって自分が生きていくのか想像がつかなくて怖いみたいな感じで、結局練習をサボっていて怒られて、じゃあやめようって話になって、でもやっぱり私がやめれないみたいなことは結構ありましたね。まああと中学生くらいになると、やっぱりこの何のためにやってるのかわからないみたいなバイオリンに対しての反抗期みたいな時期はあって、あのね、今だから言えることだけど、譜面台で練習しながら漫画読んだりとか雑誌読んだりとか、そんな感じで練習してた時期もありました。まあだから子供の頃はなんかバイオリン楽しいっていう感覚は正直そんなになかったのかなって思うんですよね。本当に結構物心ついた時からって言ったら、あの言い方大げさかもだけど、でも本当に私の記憶のある中ではもうずっとバイオリンはそばにいたから、やめることが想像できなかったみたいな感じで続けてたんですけど、バイオリンが楽しいなって思うようになったのは高校生からかなって思います。だから高校で周りに専門的なことを勉強してる友達がいて、なんかそういう環境に入った時に、あ、バイオリン楽しいって思ったし、純粋に上手になりたいとか、こういうことがしたいとか、そういうことがどんどん出てくるようになったなと思いますね。はい、そんな感じかな。だからきっとね、高三女さんも芸大の美術学部入れたらもっと楽しいこともあるんじゃないかなと思うから、ファイティンです。お便りありがとうございます。続きましてもう一つ今日は初お便りいきたいと思います。ペネームあきさんからのお便りです。高松さんこんにちは。こんにちは。久しぶりにお便りを書いてみました。僕は学校で音楽の授業は必要ないなどの意見をよく耳にします。僕は音楽の授業は必要だと思うのですが、どうやって反論したらいいか分かりません。バイオリニストの高松さんは学校の音楽の授業についてどう思いますか、というお便りです。これはあれかな、あきさんが学校で音楽の授業つまんないから必要ないみたいなことをよく聞くってことかな。そうだね、音楽の授業ってのは結構難しい立ち位置にありますよね。私も教職を実は取っていて、教育実習とかも行かせてもらったんですけど、音楽の授業とかもやったんだけど、難しいよね。音楽の授業は必要ないに対しての反論方法はなんかありますか、皆さんなんか必要ないって言い出したら結構何でもそうじゃないかなって思うんですよね。まず前提として、別に正直ね、学校で習った音楽以外の科目でも必要なかったこといっぱいあるじゃないですか。だからまあなんか必要ないっていう言い方がまずね、ちょっと悩ましいのと、あとまあ強いて言うとしたら、
音楽の授業でつまんないタイプって、まあ大まかに出すと、こう例えば鑑賞とか、あのクラシックの音楽を聴いて感想を書いてみたいな鑑賞の授業がなんかもうつまんないしどうでもいいとか、そういうこととか、あとは楽器とか歌がそんなに得意じゃないのにやらなきゃいけないのが嫌だとか、楽譜読めないしつまんないとか、そういう感じがまあ多いと思うんだけど、まあ、なんか分かんなくてつまんない、できなくてつまんないってことが多いと思うんですね。でそれはね当たり前だと思うんですよ。私もだって全然できないスポーツとかつまんないもん、見てる方が楽しい自分がやるよりってことはねあるので、まあ、それは当たり前だと思って、別につまんなくていいと思うんですよ、よく考えたら。あの私はね数学が結構苦手でめちゃくちゃつまんなかったんですよ。でも数学をの授業が必要ないっていうより多分音楽の授業が必要ないっていう人の方が多いじゃないですか。だからつまんないを理由にするのはそれもそれでなんかちょっと違うかなって思って、まあ、音楽の授業のちょっとごめんなさいね、ちょっとなんか話がまとまらずに喋っちゃってて申し訳ないんですけど、でも音楽の授業の言い訳をするとしたら歴史と一緒じゃないかなって思うんですよ。歴史、社会とかの歴史、日本史、世界史とか勉強するのに必要ないかなって思う人多分少ないんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、そのジャンルがちょっとマニアックというかちょっとマニアックなんですけど、まあ、音楽ってこうクラシック、特に鑑賞の授業でやるものはこう歴史、こうだいぶ昔の人がなんかこうこうこういう理由でこういう構成でこういう仕組みでこういう楽器を使って作ったっていうのがこう近代とか現代までどんどん受け継がれてきたものを、まあ、受け継いでいくっていうのは歴史を勉強するのと似たような話なのかなって思うんですよね。それで音楽って聞いたことない人いないじゃないですか、音楽を。でなんか音楽の授業の音楽だからつまんなく感じるんだけど、実は音楽ってめちゃくちゃ身近なものじゃないですか。それってそういうめちゃくちゃ身近なもののこう歴史とか、そういうめちゃくちゃ身近なものがどういう仕組みで鳴らされているのかとか、そういうことを知るってのは普通にね教養として生きていく中で大事なことなんじゃないかなと思ったりはしますね。太陽が東から昇って西に沈んでいくのと同じように、身近にある音たちがどういう風になっていて、どういう風にできていて、どういうルーツがあってみたいなことを知ることはね、学校でやるべきことなんじゃないかなと思ったりはします。あと単純にね、音楽って人生を豊かにするものだとすごいなんかどっかで聞いたことあるような言葉だけど、でも本当にそうだと思うので、豊かにするためのものって言っても過言じゃないかなって思うので、そういうもののことを興味がなくても耳にできる機会っていうのは学校しかないから大事なんじゃないかなと思います。はい、ちょっとぐちゃぐちゃと喋ってしまいましたが、あきさんお便りありがとうございます。アイドラジオ続きまして、今週の1曲のコーナーです。このコーナーでは季節の曲だったり、私が紹介したい曲だったり、オリジナル曲だったりの私の演奏音源を流していきたいと思います。本日は映画リメンバーミーより音楽はいつまでものテンポアップしたところからお届けします。大好きな映画の大好きな曲です。それではお聴きください。
アイドラジオ。続きまして、僕、私と音楽とのコーナーです。あなたと音楽のお話を聞かせてください。楽器との思い出から大好きな曲の話まで、あなたと音楽のお話をお待ちしています、というコーナーです。ペンネームゆめさんからのお便りです。こんにちは、愛ちゃんのことが大好きな中学生です。こんにちは。好きがあればずっと愛ちゃんの演奏を聴いているぐらい本当に大好きです。私はバイオリンをしています。まだ4年目で、最初は遊び程度にしていたのですが、愛ちゃんに出会ってから私もこんな風になりたい、音大に行ってバイオリニストをしたいという気持ちが芽生えました。ですが始めたのも遅かったし、技術が追いついていないし、決意ができません。周りに夢を聞かれた時も胸を張ってバイオリニストだということができません。でも愛ちゃんの演奏を聴けば聴くほど気持ちは膨らんでいきます。私の背中を押してください。技術の向上をさせるにはどんな練習をしたらいいのか教えてください。厚かましいお願いをしてごめんなさい。本当に愛ちゃんの演奏が大好きです。特にパガニーニのカンタービレとフィンネフスキーのスケルツォ・タランテラです。これからも応援しています、というお便りをいただきました。ゆめさん、ありがとうございます。嬉しい。そんなに大好き言ってもらえて。ありがとうございます。私の背中を押してください。技術を向上させるにはどんな練習をしたらいいのか教えてください。ということですが、技術を向上させるには、まだ私も本当に勉強中なんだけど、最近思うことは、まずはね、そのゆめさんは先生に習ってると思うのでね、多分そしたら先生の言うことをちゃんと理解して、なんでそうやって言ってるのかってことをちゃんと理解して、前のレッスンと同じことを言われないようにするっていうくらいの意気込みでね、頑張るっていうのプラス、自分がどう弾きたいかとか、どう思ってるかってことを、こう、なんだろうな、楽譜の中に書いてもいいし、なんかこう線とかで表してもいいと思うんだけど、こうなんで自分はここをフォルテで弾こうと思うのかとか、なんかそういうことをちゃんと頭で理解して演奏するっていうのは結構大事なことだなって思います。でもやっぱりバイオリンってすごく難しい楽器だから、普通に演奏するだけでも大変なんですよね。なので、まずは繰り返し練習繰り返しゆっくりとか、指の形を見てちゃんと正しく動かしているかっていうのを確認したり、あとはストレッチも大事だね。いっぱい練習するならストレッチも大事だから、やっぱ筋肉がよく動くようにストレッチしていくってこともしながら頑張ったらいいんじゃないかなと。ちょっとそんなね、そんなこうすれば絶対大丈夫だよみたいなことは全然言えませんが、そうやって頑張ってこうバイオリニストにね、なりたいっていう気持ちをもちろん大事にするべきだし、バイオリニストに、まあね、なりたいって思う時に頑張るってことは多分人生においてめちゃくちゃ大事だから、もちろんバイオリニストになれたら本当にとってもいいと思うし、もしね、もしなんか違う道を行こうっていう風に思う時が来たとしても、多分全然後悔しないと思うので、バイオリニストになりたいと思って頑張った期間は、まずはバイオリニストになりたいと思って、もうそれだけを見て頑張ったらいいと思うんですけど、もしね、将来どうなったとしても後悔する時間にはならないと思うので、とりあえず頑張ってくださいはい、ゆめさん、お便りありがとうございます。アイドラジオ。はい、こんな感じで今日は2つのコーナーより3つのレターと
音楽はいつまでもでお届けしました。皆さんたくさんのレターをありがとうございます。またギフト付きでレターをくださった皆様もありがとうございます。ラジオで読めていないレターも全部読んでいます。次も春バージョンのふつおた、新人地はどう、あの春どうだった恋話を、僕私と音楽と人生を変えた作品のコーナーのお便りじゃなくて、次はねルームズ全国ツアーの実況ラジオ番組になるかもしれないです。とりあえず皆さんはお便りをたくさん送ってください。はい、今日のアイログラジオもありがとうございました。今週も元気に楽しく生きていきましょう。それではまた次回、バイバーイ。